スタート35ボルタフィルムはスチル写真用のフィルムの企画である。ボルタファンフィルムとも呼ぶ。コダックはボルタフィルムを製造を販売しなかったので、ロールフィルム番号は存在しない。ドイツニュルンベルクの企業ボルタベルケが1936年に製造販売を開始した写真機ボルタビットと共に発表された企画である。その後、主に日本で発展した。 オルタフィルムは135フィルム同様の 35mm 幅のフィルムを使用し、120フィルム同様に裏紙があって、パーフォレーションがないロールフィルムである。これらのポイントは、コダックの828フィルムの規格と類似しているが、パトローネに包まれておらず、画面サイズは 24-24mm 半の正方形であり、縦横とも小さい。同じフィルム幅の135フィルムで、 一般的な 24-36mm 半と比較しても長辺側が短い分だけ面積は狭い。12枚つまみである。828フィルムとの互換性はない。日本の宮川製作所が1938年にボルタフィルム用の写真機ボールタックスを発表。同社製の写真機におけるボルタ版の画面サイズは基本的に 25-25mm 版であった。 萩本男児による萩本紹介が1948年に発売したボルタフィルム用の写真機段35は同サイズを採用した。フィルムの生産、出荷はすでに終了している。現在当たりフィルムを使う写真機を使用する場合は裏紙とパトローネを用意し135フィルムを巻き直すか120フィルムを裁断する等の手法が試みられている。 なお画面サイズが二二十十五五ミリメートルのカメラを使用する場合に百三十五フィルムを使用するとパーフォレーションが画面に食い込む場合がある。従来映画用フィルムであった三十五ミリメートルフィルムを九百二十五年にライカが写真用のロールフィルムとして使用開始し、コダックが九百三十四年に三十五ミリメートルフィルムをパトローネに収納した新規格百三十五フィルムを 翌1935年には、裏紙付き、ムアナの 35mm フィルムをパトローネに収納した新八百828フィルムを発表したのに、引き続き、ドイツから発表されたボルタ・ベルケの製造を販売する写真機ボルタビットのための 35mm フィルムの新規格がボルタフィルムであった。ボルタ・ベルケの新規格に反応したのは日本であった。 これは当時 GHQ が写真用フィルムの生産を中止し、レントゲン写真用フィルムを増産するように命令したため、当時の主流だった大型の写真フィルムが生産困難になったことが一因であった。1938年夏に宮川製作所が 25-25mm 半12枚つまみの写真機ボールタックスを製作、発売。第二次世界大戦後の1948年に、 萩本紹介が発売したダンス35はボルタックスの画面サイズを継承した。しかし、これは3000円という当時の大卒初任給とほぼ同額の価格と販売相手として想定していた新中軍の間にボルタフィルムが普及していなかったことから失敗に終わる。1950年に一校舎が発売したスタート35はボルタビットのオリジナルサイズを踏襲した。 1953年6月にはマミヤ後期が変形 24-28mm 半10枚つまみのボルタフィルム使用写真機マミヤマミーを発売している。フィルムについては6話が実りパン愛好紹介がライトパンのブランドで1990年代前後まで継続的に製造販売していた。なお、末期のフィルムは 有効の135フィルムを使用した製品もあった。いずれも生産終了品である。6は、後の,のチェリー商事生産が生産したもの。愛好商会が生産したもの。いずれも生産終了品である。日本では、ボルタビットは、ボルタビットとも表記されることがある。萩本金一の父、サムが経営していたメーカー。マルソーは、教材用写真機を製造した企業で、 戦後の連合国軍占領下の時代に、ボルタフィルム用の写真機を製造している。ありがとうございます。